引退か。引退は多分しないと思うんだけど、てか多分っていうか 100% 引退しないと思ってたんだけど、そんなことない。引退する理由がある、なくないとか思っちゃったりしたけど。そうそうそう。レブロンあと2年延長してるのにさ、あと2年間であと、1ドル100ドル換算だと100億ぐらい稼げる予定なのに、引退する意味あるって思うよね。絶対引退しないと思うけどな。だし、ブロニーと一緒にやるっていう目標もあるだろうから。しかもまだ40点取れる男がさ、おそらく優勝するであろうナゲッツ相手に40点取れる男が、なぜに引退しなきゃいけないのって話よ。いや、ナゲッツの一番すごい部分はあれよ。来シーズン主力メンバーで FA の選手が誰一人としていないっていうとこだからね。今年のナゲッツ見て、やべえめっちゃ強えじゃん、これ優勝あるやんって思ってるそこの君。実は来シーズンも全く同じデンバーナゲッツが襲いかかってきます、我々に。そうなんよ。だから例えばバックスとかもさ、ブルック・ロペスが FA になったりさ、でヒートとかも一応ヴィンセントが FA になったりするわけじゃん。あとダンカン・ロビンソン不良債権だよねとかさ、いろいろ言われてる中で、ナゲッツだけは誰一人として不良債権を作らずに、主力メンバー全員が来年も居続けられるっていう。でナゲッツが終わったら今度はスパーズ。でもどうなんだろうね。やっぱああいう選手怪我しちゃうんじゃねっていう、なんかそういう風潮あるやん。ホルムグレンもそうだしさ、結局誰だっけ、ポクゼフスキーも怪我したしさ、どうなんだろう、怪我さえなければっていう感じだとは思うけど。でもゴベアと一緒に並んでる写真をさ、昨日見たんだけど、ゴベアよりも普通にでかいんだね、ベンバヤマって。ゴベアよりもでけえやつが KD みたいなことしてくるんでしょ。すごいよな、そう考えると。けどな、なんか NBA で本当にうまくいくんかなっていう、ちょっとよく分かってないんだよな、俺も。どこまでああいう選手が活躍できるのかっていう。なんかだって NBA ってさ、腐るほどでかいやつ入ってきてるじゃん。それこそボルボルもそうだしさ、モーバンバもそうじゃんね。けどなんかでかいだけじゃやっていけないリーグだから、ウェンバヤマでかいだけじゃないと思うんだけどさ、どうなんだろうな。ポルジンギスとかもだってね、要はそういうことじゃ、ポルジンギスが一番近いでしょ今多分。そのポルジンギスですら、今となってはようやく自分の形を見つけたかなっていう気がするけど、ボルボルも今年はすごいブレイクしたとは思うんだけど、とはいえだよね、ブレイクしたとはいえみたいな、こんなもんだよなっていう。急に話変わるけど、ツインタワーやるチーム増えそうな気がする。ハレさんどう思う？いや、増えると思いますよ。だからブルック・ロペスは結構争奪戦になるんじゃないですかね。なんかロケッツとかも狙ってるみたいな噂あるけど、ブルロペはマジで結構いろんなチームからオファー来そうな気がしますね。で、なんで増えそうな気がするかって、今年のトレンドってノンシューター扱いする選手をするチームが増えたんじゃなくて、リムプロテクトするためにはシュート入るやつでもリムプロテクトを優先しましょうっていうのが今年のトレンドだと思うのね。だからノンシューター扱いにしてリムプロテクトするっていうのは、それは去年までのトレンドかなと思ってて、だからギリテレンスマンとか、入るっちゃ入るけど、そんな警戒しなくていいよねっていう選手をノンシューター扱いしてっていうのは今までやってきたけど、今年に限って言うと、それこそクレイグとか、いや全然3そいつ入るのになんでノンシューター扱いしてるのっていうのが今トレンドで流行ってるから、それぐらいリムプロテクトすることに対するなんか、価値というか、それがトレンドになってる以上、ツインタワーが今の主流なのかなっていう気はするけどね。レイカーズブルロペ取ってツインタワー復活する世界戦。ね、確かにブルロペいいね。ディアンジェロ諦めてブルック・ロペスを12ミリオンぐらいで獲得するのありなんじゃない？またツインタワー復活させるのもありかもしれないですね。いやでもドライブマジでできなくなるからちょっと怖いけどな。プレー重たくなりそうで、スペーシングはブルック・ロペスなら問題ないと思うけど、その出来上がったスペーシングを活かせるのかっていうな。何のためにスペーシング作ってるのか分かんないみたいな状況になっちゃったら本末転倒だから。ペリンカは継続性が鍵であると語った。私たちはこのグループを信じられない誇りに思っています。その継続性を維持することが非常に重要になるでしょう。最終的に私たちは素晴らしい継続性の持つチームに敗退しました。それは私たちにとって最優先事項です。私たちは自分たちのように感じています。特別な選手グループがいる。これは、要は新しい選手を取って何かするっていうことをしないっていう意味にも捉えれるよな。ってことはディアンジェロ・ラッセルとまた来年もやるんかな。まあ、八村とリーブスはもう確定だとして。って言いながらブルック・ロペスとか獲得しだしたらクソ笑うけどな。継続性とは。めちゃめちゃシステム変わってるけどって。これは明白だと思います。私たちの意図は、中心となる若い選手たちを団結させることです。なるほど。まあ、ナゲッツに負けたこと、すごい、実はいいことだったのかもね。これなんかさ、ナゲッツじゃなくて、それこそキングスとかに負けてたらさ、キングスなんて、マイク・ブラウン来て1年目だから、継続性もクソもないじゃん。これからっていうチームだから。だからキングスとかに負けてたらもしかしたら、何も得るものなく終わってたかもね。ナゲッツに負けたことで、どれだけこう、長い年数かけてチームを作り上げるかの大切さを、まあ、目に染めて痛感したのかなっていうね、気もするしね。ウォリアーズに勝ってるって?いやまあまあ、ウォリアーズに勝ったかもしれんけど、でも、さすがに、そうは思わんくない?ウォリアーズに勝ったからよし、継続性あっても意味ねえわとは思わんよ。負けて継続性大事って思うのは自然だけど、勝って、継続性なくても勝てるわっていう。